ザ。こんにちは、豊さん。はい。はい、だいぶペナントレースも終盤に差し掛かってきて。そうだな。っていうタイミングだと、ちょっと最近はやっぱりあの引退セレモニーだったり。セレモニー多いね。はい。ドラフトも終わってるしな。そうですね。なんかこういろんなことが一遍に凝縮されて今ある感じですよね。ね、っていうところで、まあ引退を決めた男が残した言葉というね。はい。まあ結構こう大物が引退したりだとか、そうですね、いろいろ、まあ、松坂大輔だとか、はい、斉藤佑樹だとか、はい、まあ、引退をね、この2人っていうのは甲子園で優勝投手だし、はい、引退をね、はい、まあ、したという、はい、でそういう人たちがいろんな言葉を残して、まあ、角界を去るというかさ、はい、ね、まあ、いうことで、はい、記者会見だったり、うん、まあ、引退の試合があった後だったりに、そうだね、まあ、いろいろな思いを述べられてるんですけど、はいはい、うん、これはあの体力の限界、気力がなくなり引退することになりました。誰かして分かりますか？分かります。私、はい、とても大好きな方なので。誰？千代の富士関ですね。そうだね、はい、まあ、こういう印象残ってたらね、体力の限界とか言ってね、はい、もうあのシーンはとても印象的ですよね。まあそうだね、はい、はい、次、我が巨人軍は永久に不滅です。聞くまでもないですよね。まあ、これは長嶋さんだよね、はいはい、まあ、びっくりしたけどね、永久に不滅です、うん、まあ、でね、永久っていうのはあるのかっていうような、今思うとこう、うん、長嶋さんらしさというか、まあ、らしさがあるよね、色がすごく出ている言葉ですよね、はいはいはい、夢から覚める時が来た、はい、かっこよくない？かっこいいです。なんか夢から覚める時が来たみたいな、なんか失恋した時みたいな今までは夢だったのかみたいな、うん、その夢の中でプレーをしていたのか、はい、まあ、ジョー・モンタナというね、はい、アメリカンフットボールのクォーターバックの選手なんだけど、はい、うん、まあ、あの素晴らしいフットボールの殿堂入りもしてるスーパースターだよね、はい、これにはなんかいろんな意味がありそうですね。ああ、本当にね、はい、はい、次、はい、一度も楽しんだことはない、誰かわかりますか？これはちょっと事前に、うん、調べたまあ宮本慎也ね、はい、うん、彼はやっぱり勝負に対して厳しかったし、うん、で、まあ、アテネの、ね、オリンピックの全日本のキャプテンもやって、うん、なんかこう楽しむって何ですかねっていうような話もいっぱいしてきた中でね、はい、で引退の時どういう言葉を使うかなと思ったら、一度も楽しんだことはないというね、うん、まあ、彼らしいなっていうふうに思いますよね。僕は野球を楽しむなんてできないって言って、できないね、まあ、責任感があるというかさ、まあいろんな楽しみ方ってあると思うんだけど、彼は楽しむという、その楽しむという言葉の意味を楽しんだ人よりは重く受け止めてるんだろうね。でもこう野球を仕事として、プロ野球選手として、またその前はやっぱチームのためにっていう使命を負っていた、そうだよ、ことが楽しむにはイコールにならなかったってことですかね。ならなかったんだよね。ではもう今なら楽しんで野球しているんでしょうか？誰？しんじゃん、はい、絶対しない。野球に関してはあいつはしないから楽しんでそういうこと。それはもうあの草野球とかそういうんだったら楽しむけど、はい、だけどもうそのプロの世界、お金を取る仕事で楽しむということは彼はないと思う。なるほど、はい、はい、悔いなどあろうはずがありません。この方も私はとても好きな選手だったので覚えています、はい、言葉尻なんかもこの方の、まあそうだね、あの人柄というかが出てる、うん、まあ一郎だよね、ですよね、うん、まああの一郎が日本で会見をした時に大歓声をいただいてね、うん、で一郎バッター一郎って言ったらもう本当に大歓声から来て、はい、でまあセレモニー、はい、まあ、最後にこう一周したりだとか、もう大歓声に包まれた。その中で悔いはありますかって聞かれた時に、悔いなどあろうはずがありません、はい、あんなにね、うん、惜しまれて、はい、大歓声をいただいた中でやめていけるっていうのは悔いなどありませんということを、まあ、一郎が言ったんだけどね。これはあれですね、あの引退を決めた時というよりは、うん、もう最後の最後あのシーンを見た時に思ったことっていうことだったんですもんね。はい、はい、それで今年です。はい、今年松坂大輔が辞めるという、はい、うん、まあ、アテネで一緒にねプレーもし、はい、プレーっていうか俺はコーチだったんだけど、はい、エースとしてねすごく頑張ってくれた人が、はい、まあ、引退した、まあ、お疲れさんというふうに心から言いたいんだけども、はい、松坂大輔が残した言葉、はい、もうたくさん印象的な言葉がありましたが、うん、その中でも、はい、こういうことを
受け止めて跳ね返す力がなかった。はい、っていうのは何を、うん、これもね、やっぱりいつまで投げてんだとか、いつ一軍に上がるんだとか、やっぱ SNS とか、まあ、そういう投稿で、まあ、批判もあったらしいんだよね、達さん。それは分かってる、松坂も。投げれない自分が悪いっていうのは分かってても、昔の松坂だったら、若い松坂だったら、今に見とけって、みんなが満足してもらえるだけの投球ぐらいしてやるみたいな、まあ、野球選手は結構強気だからね、そういう面では、うん、でもやっぱり自分の体だとか肩だとか肘だとか、そういうことにやっぱ自信がなくなってきたんだろうね。だから跳ね返す力がない。で、引退を決めたのが、なんかブルペンであろうこともないボールがもう変なところに抜けてって、あ、これはダメだって思った時に、もうやっぱりこう跳ね返す力もない、気持ちがやっぱこう沈んだというようなことが伺い知れてね、なんかすごく寂しいなっていうような気にもなったんだけどね。今言ったその一球で投げることが本当に怖くなってしまったっていうことも会見で言われていて、本当最後はそういう批判などがただただ辛いだけになってしまったっていうことも話されていたので、だからちょっと笑顔では話をしてたけども、うん、なんだか本当に辛が最後は辛かったんだろうなって、うん、で118キロかな最速が、やっぱあの姿を見る限りではやっぱもう無理だったんだろうなっていうふうに分かったし、でもやっぱピッチャーって、まあ、勝負師ってさ、最後の登板一人だけだっていうのも決め手で登る、で笑顔で登ってくるのかなと思ったら、やっぱり勝負なんだよね、うん、自分がどんなことになったとしてもやっぱそこは勝負なんだよね、うん、だから最後の松坂のあの表情っていうのはすごくいい顔してた、うん、勝負をしていた、であの野球を好きなまま終われてよかった、うん、まあそれが一番かな。本当にあの野球界をまあ、背負ってくれた人だし、うん、代表にもね一緒に行かしてもらって、はい、まあ、銅メダルしか取れなかったけども、うん、彼の功績っていうのは素晴らしかったしね、うん、で思い出はやっぱこうキャッチボール一緒にできたということ、うん、手が腫れ上がったけどね。やっぱ全然違いますか。全然違った。もうワンバウンドすると思ったのが伸びてきてたから、うん、うん、なんていうの、選手がノックしたんだよね。いや、松坂の球、大輔の球、痛いんですよって言うから、うん、もうじゃあいいよ、俺が取るからってバーンと投げてきたら、もう手の こっちが痛くなるもんね。そのぐらいボールに力があったよ。でも最後はみんなに勇気を与え続けてたのに、うん、まあやっぱりこうね、力が落ちていったりだとか、まあこれがプロの世界だと思うんだけどね、うん、誹謗中傷、まあ、するのはどうかなと思うけど、うん、でもそういう批判も、まあ、プロの世界だったら、まあ、仕方ないのかなっていうふうには思うしね。まあ跳ね返す力がなかったね。ギリギリ野球を好きなまま終われて本当に良かったなっていうふうに思うね、うん、そうですね、うん、まあ、私も印象的だったのがこの、うん、長くプレーしたいという思いと、うん、こういう日がなるべく来ないことを願っているっていう思いだけど、うんうん、早く来てほしかったような思いもあるって今はね、うん、言っていたのが、うん、もうなんかこう印象的だったね。そうですね。でもいい言葉を大輔はね、やっぱり残したと思うよね。はい、まあ、大輔お疲れ様でした、はいね、はい、お疲れ様でした、はい、次は、はい、次は、はい、やっぱ甲子園の優勝投手ね、はい、斉藤佑樹投手ですね。ね、僕が持っているのは最高の仲間、はい、斉藤佑樹。なんて言うんだろう、斉藤佑樹もさ、あの分かってはいると思うんだよね、うん、プロ野球の中で最高の仲間なんかいない、うん、やっぱみんな足の引っ張り合い、うん、みんながライバルなんだよね、うんうん、だけど彼は怪我をしたことにより、うん、あまり成績を残せなかったことにより最高の仲間を得たというふうに俺も感じるんだよね、うん、それは何かというと、やっぱり一緒にやったリハビリだとか、はい、仲間だとか、はい、そういうのがあの復活していって、またその姿を見て斉藤佑樹は力をもらってたと思うんだよ、うん、勇気づけられたと思うんだよね、うん、
そういう仲間を俺は指してると思うんだよ。ただ単に仲が良かったとか楽しかったとかじゃなくて、やっぱこう俺は復活できなかったけど、その怪我とかね、うん、そういうので復活していった仲間、そういう仲間を俺は指してるんだと思うんだよね。ゆうちゃんが一番分かってるよ。やっぱこうなんていうの、何者入りで入って、うん、あまり活躍ができずにすごいジレンマもあったと思うし、辛い思いもしたと思うんだよね。だからそれで揶揄されたこともいっぱいあったと思うんだよ。でも怪我をしてなんかこう周りが見えだして、あ、仲間が俺にはいるじゃないかっていうのに気がついて、なんか最後はいい友を得て辞めることができるんだなっていう、いや辛かったと思うよ斉藤佑樹っていう、ね、過去をこう振り返ってみるとさ、怪我をして活躍の機会が少なかった時に、うん、おそらくそこでいろいろと感じたことの中での支えになった仲間とか、うんね、うん、励みになったっていうことなんでしょうかね。うん、そうだね。だからこうみんなの前でも言ってたよね。最高の仲間、友達っていうのはこういう勝負の世界では甘いのかも分かりませんけども、僕は最高の仲間を得たと、持ってる持ってるって言われて、持ってるっていうふうに人は思うかも分からない。でも本当に持ってるんだったらあんな成績では終わらない、怪我もしない、うん、もっとなんか活躍ができたはずだと。でも気がついた時に僕が持ってるのは最高の仲間ね、素敵な言葉だよね、うん、はい、うん、もうね、あの斉藤投手は持っているっていう言葉がもうみんなの中でいろんな意味で使われるぐらい、うん、すごく有名な言葉にはなっていますね。そうだね。俺は最後にさ、一番残念だったのはプロ入って一回もハンカチ使ってないんだよね。ハンカチ王子なの。そうだよ、ハンカチ王子って言われ続けて、はい、ね、最後の登板はハンカチで終わってほしかったんだけどさまあまあまあね、それもお笑いになっちゃうからさまあ斉藤佑樹としてはできなかったのかもわからないけども、はい、まあ本当斉藤佑樹もね、あの本当に爪痕を残した、うん、選手だったし、はい、まあ、本当にお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。はい、で最後に俺が最も心に刺さったのは、はい、ね、はい、こちらですね、はい、印象に残ってるのはとても印象的でした。そうですね、はい、はい、中日の藤井選手、はい、四球で始まり見逃し三振でマクロみたいな、終わったみたいな、僕の人生を表している、僕の野球人生を表していると、ね、表している、はい、ね、もう初打席、プロ入り初打席が死球、痛いみたいな、はい、ね、その時は雄たけびあげたかどうか知らないよ、はい、だけど見逃し三振、あーって言ってた、わおってもう雄たけびあげていました。だからプロ初打席と最後がなんかつながってるような、はい、そんな野球人生だというね。いや、なかなかないです。なかなかないよね、はい、本当に。まあでも藤井がそういうふうに見逃しの三振で、うん、終わってベンチに帰った時に、はい、後輩たちが寄ってきて笑顔で、うん、うん、藤井はまあ泣きたかったんじゃないのかなと思うんだけど、そうだと思いますね。やっぱりこう悔いなくいろんな野球人生を振り返っての打席っていうのは、うん、その前に守備についてる時からちょっと感極まるものがあるのかなっていう表情、雰囲気はあったよね、はい、うん、見ていてのあの打席だったので、だから審判もさ、ちょっとボールでもいいじゃないかって思うんだけども、いや本当にね、うん、あの思いっきりこれは見逃しっていう感じではなかったじゃないですか、ね、あの打席は、うん、だから斉藤佑樹の投げたボールもストライクでいいだろみたいな、本当そこは思うし、松坂大輔のもそうだよね、うん、だからまあ審判の方も、まあ、仕事だし、そういう情は入れちゃいけない世界だから、審判の方ってね、見逃しの三振で終わるという、はい、でもムードメーカーだったんだろうなって、はい、まあ、みんなをこう輪に包むような、まあ、選手だったんだろうなっていうのが、だからこの言葉はあんまり残らないかもわからないけどなんかその映像はなんか残りそうな、はい、だけど最後が見逃し三振だったからこそ生まれた言葉ですよね。ああそうだね、うん、これもじゃないと1打席目の四球なんて出てこないもんね。そうですね、まあ藤井選手も次の人生で死球っていうことはないからね、はい、死球に近い痛い始まり方じゃなくてもうなんかこうすんなりいけるように、ね、はい、頑張ってほしいと思います。はい、ね、あの皆さんもう本当にお疲れ様でした。第二の人生も野球をやってる以上に長いかも分かりません。頑張ってください。はい、はい。